滋賀県によりますと、鳥インフルエンザが発生したのは東近江市で、およそ1万1000羽の鶏を飼育する養鶏場です。昨日、養鶏場から死ぬ鶏が増えたと連絡があり、遺伝子検査で鳥インフルエンザと確認されました。これを受けて県は今朝からすべての鶏の殺処分を始めました。16日までに作業を終える予定です。滋賀県の養鶏場での鳥インフルエンザは初の事例で、三日月知事は県民に鶏肉や卵から人にうつることはなく、冷静な対処をお願いしますと呼びかけています。